1300は、ホンダ研工業が1969年から1972年まで生産、販売していた4ドアセダン及び2ドアクーペの小型乗用車である。主力製品が二輪車と軽自動車であった、ホンダ研工業が初めて出した小型乗用車であり、前輪駆動や空冷エンジン、四輪独立喧嘩など、独創的な技術が盛り込まれていた。 ボディの種類は4ドアセダンと後に追加された2、ドアクーペの2種で、形式はそれぞれ H1300 および H1300C である。700、800シリーズと異なり、バンやピックアップといった商用車仕様は市販されなかった。1300最大の特徴としては、水冷よりも空冷を押すホンダ総一郎の技術的信念により、このクラスとしては、 この当時でも珍しくなっていた空冷エンジンを用いていた点が挙げられる。当時の新聞広告では、ホンダ1300は、欧風に強い、安全設計ですと歌い、前輪駆動、適正な重量配分、超扁平タイヤ、余裕のあるパワー、独特な独立喧嘩、万全のボディで、アクロや雪道での鋭い走破性、ハイウェイでの横風を目殺する、走行性をアピールしていた。 エンジンは、オールアルミ製 1298cc 自家4、サイチェー8バルブクロスフローで、シングルキャブレター仕様で 100PS、7200rpm、4連キャブレター仕様は 115PS、7500rpm を発揮。この出力は、当時の1 3 l 級エンジンとしては、極めて優秀であり、1.8から2.0リットル並みであった。 最初で最後の採用となった講述するダックと呼ばれる冷却方式は通常の空冷エンジンのシリンダーブロックやシリンダーヘッドの中に水冷エンジンのウォータージャケットに当たる通路を設けそこへ通風することから一体式二重空冷の名を持つ空冷エンジンを搭載する回一マシンの RA302 からのフィードバックということと水冷エンジン並みの冷却効率が セールスポイントであった。開発には、騒音が大きい空冷の弱点の克服も目標とされた。しかし、高出力とダック方式、アルミ製オイルタンクを持つ、ドライ散布機構など構造が複雑で重く、高コストとなり、構造が簡単で軽量、低コストという空冷エンジン本来の長所とは逆の結果となった。このエンジンを採用したためフロント周りの重量が、 増加し、しかも、発売当初のサスペンションスプリングと、ダンパーがソフトなもので、77の、標準タイヤは細く剛性の低いクロスプライの、バイアスタイヤであったことから、アンダーステアや、タックインといった挙動が現れやすかった。1300の極端なフロントヘビーを示す逸話として、経年劣化が進むと、フロントストラットのアッパーマウントが重みに耐えきれずに、破断し、 ダンパーがボンネットを突き上げて破壊してしまうというものがある。このようなトラブルは1300以外にはシトロエンの一部車種に存在する程度で通常他の車種ではあまり見られない欠点である。後に追加されたクーペやマイナーチェンジ後のモデルでは最高出力が引き下げられサスペンションも固められたことで徐々に改善されたがエンジンの排熱を利用する。 標準ヒーターの熱量不足や油臭い点、大きい最小回転半径などの一部は解決できなかった。なお、H1300K は PCD が 120.0mm という特殊な規格のホイールハブを採用しており、これは145は元より初代シビック、初代アコード TN アクティ、アクティストリートまで継承された。総生産台数は3年強の間に、 約10万6000台、このうち1053台が日本国外に輸出された。1300はエンジンやオイルタンクにアルミ合金が多用されており、ダックという構造上その使用量もかなり多いものであった。アルミのスクラップ価格が高価であった当時の社会事情もあり、1300の事故車や廃車は解体屋によって先を争うように処分されたとも言われており、 今日残る現存個体は廃車体も含めて、同社の他の車種と比較しても、非常に少なくなっている。2019年から放送されているホンダの企業 CMGVP パワープロダクツペンには、当社のマイナーチェンジ後のセダンが登場している。本社と、下位一社 RA302 のエンジンが空冷であることは、ホンダ総一郎の現役晩年のエピソードとして、しばしば語られる。 ダックの略。1968年にホンダ技研工業が発表した統計式の空冷方式である。日本語では一体構造を二重壁空冷方式、または一体式二重空冷エンジンと呼ばれる。水冷エンジンでいうところのウォータージャケットに類似した構造を空冷エンジンに導入したもので、シリンダーブロックの外壁を一体鋳造成形で二重構造にし、 その間の空間を冷却風の通り道とした。そこに強制冷却ファンで風を送り込むと同時に、エンジンの外側にも風が当たるようにして、冷却をする構造である。その構造ゆえに、オールアルミ製のエンジンにもかかわらず、エンジン単体の整備重量だけでも1 8 0ラムに達した、このエンジンは、空冷のメリットのはずの軽さを完全に打ち消して、しまったという結果となった。 非常にユニークな発想だったが、そのエンジンを搭載した1300は、商業的に失敗を喫し、ホンダの四輪車用エンジンが、空冷から水冷、高回転高出力型から実用域でのトルクを、重視したものへと一斉に転換するきっかけとなった。1300の販売不振にホンダが悩んだ1970年頃、エンジンの冷却方法について、ホンダ総一郎と、 若手技術者たちは激しく対立した。内燃機関では熱は集中的に発生する。電熱特性の良い液体に一旦熱を移し、ラジエータの広い面積から熱を捨てるという構造は合理的であり、若手を中心として技術者たちは水冷の方がエンジン各部の温度を制御しやすいと主張した。しかし本田宗総一郎はエンジンを水で冷やしても、 その水を空気で冷やすのだから、最初からエンジンを空気で冷やした方が、無駄がないと、ガンとして譲らなかった。両者は激しくぶつかり合い、当時技術者だった、久米正氏が辞表を残して、出社拒否をしたほどであった。技術者たちは、副社長の藤沢武夫に、あくまで空霊にこだわる総一郎の説得を依頼、藤沢は電話で、総一郎に、あなたは社長なのか技術者なのか、 どちらなんだと問いただした。設立以来、経営を担ってきた他でもない藤沢のこの言葉に総一郎は、俺、ようやく若手技術者たちの主張を認めた。そして、1300の生産中止と共に1971年の初代ライフを皮切りに、初代シビック145と水冷エンジン搭載車が次々にホンダから送り出されるようになり、 ホンダ総一郎が執念を燃やした空冷エンジン乗用車は、ホンダのラインナップから消滅した。ホンダ総一郎は、藤沢武雄と共に、翌1973年に引退したが、この空冷水冷の一件が決定打であったとされている。ホンダ1300発売当初、RSC によって、同社のエンジンを流用した R1300 と呼ばれるレーシングマシンが開発されていた。 ブラバムホンダのフォーミュラシャーシを一部改良し、f r p ボディを被せたものに、初期型九十九用のエンジンに、軽度のチューンを施し、ミッドシップに搭載していた。九百六十九年五月三十一日、鈴鹿千キロメートル耐久レースに、松永隆史、長松くにおの十一号車と、高竹含み、木、倉義文の十二号車の二台の r 千三百が、初参戦。 予選では R1300 より、はるかに排気量の大きいローラ T40、ポルシェカレラ6に次いで3位と4位のタイムを記録する。決勝では2台ともに、ポルシェカレラ6とトップ争いを繰り広げたが、59ラップ目に12号車が、続いて113ラップ目に11号車がそれぞれ、プライマリーチェーン切れによりリタイヤした。続く8月10日、鈴鹿12時間耐久レースに、 高竹含ケフ倉ミ、文の6号車と、松永隆、志、田中博志の7号車の2台の R1300 が参戦した。6号車はトップを改装しながらも118ラップ目、ガス欠によりリタイアしてしまう。7号車は抜きつぬかれつの展開を繰り広げながらも1位を守ったが、レース開始から11時間が経過した225ラップ目スプーンコーナーで、スピン。 現場に差し掛かった周回遅れの後続車が追突し2台とも炎上した。7号車に乗っていた松永隆は全身に大やけどを負い、事故から25日後の同年9月4日に死亡した。この事故は、前述の同じく、空冷界一の RA302 が、約1年前に、フランスルーアン・レゼサールで起こした事故に似た結末とも、いえ、空冷エンジン車に対する、 イメージダウンを恐れたためか R1300 は高いポテンシャルを有しながらもわずか2度の参戦をもって開発が打ち切られた。ありがとうございます。